とね、なかなか変えられないですよね。豊かのホームランは大体あのスタンドギリギリだもんね。まあそうですね、ギリギリでも遠くへ飛ばしても一緒ですか。あと何本打ったん、生涯88です。わすいません、恥ずかしい。何本ですか。51本。まあいいじゃないですか。ホームラン、満塁ホームラン何本。6本ぐらい。うわーすごい恥ずかしい。5本。あ5本打ってるんですか。お前ら箱庭だもんの。でもあの DeNA の、 あの今の球場は風がヒューだからヒューと入るんだもんの。いやいや、広島めちゃくちゃ狭かったじゃないですか。でも飛ばないんですよ、ボールがね。ボールがね、あれはね、ボーナスという、はい、あのボールだったんだけどね、飛ばなかった。で、投げになるんですよね。投げになる、風がないから。風がない。特にね、ライトは入りづらかった、ね、中国地区特有のちょっと重い空気があるんですね。瀬戸の夕凪、あの時お前さ、お前選手会長で、私が選手会長でさ、はい、達川さん、ビジターにもクーラー入れてくださいよ。そうっすよ。私は球団に頼みに行ったんだよ、お前代表、まあ、中日も入ってなかったんですよ。中日も入ってなかった、名古屋球場。はい、だけどお前いいことしたよ。何ですか。クーラー入れさせたもん、お前の力で。いや、そりゃ着替えって意味がないんですから。いや、なかったな。ああ着替える、さっから汗出てきて。そうそうそう。何のために着替えたんやっていうようなこと。そう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 。あれ、クリーニング屋のために着替えたんやね。でも、儲かったんやな、だから。でも、広島は新品入れてくれたんですよ。そうそう、新品入れたよ、もう。名古屋、中古だったでしょ。中古、それは。もう白い煙がボンボン出て、逆に寒いんですよ。お前、ドラゴン、出入り禁止になるぞ、お前。いやいや、当時はね。当時はね、今もうドームになって素晴らしくなりました、ね、そうだね。それちょっとフォローは必ず入れとけよ。まあまあそうです、ね、これもう本当ね、口は災いのもと言うからね。まあそうです。私も結構言っとるけど、確信は絶対売れないからね。これ手つき良かったし。いや、これはもう前もこれ手つきこうキャッチングうまい。誰かが言ったよ、面白いこと。辰川さん、一つだけあんた尊敬するあるやつが嫌がってさ、ああ世界中で一番ピッチャーの球取ったのは辰川さんですねって。ブルペンからなんかずっとよく考えたらそうや。その代わりプロ野球選手で一番バット振ってないのも達川さんですね言われたよ。そんなことはないですよね。いや、そうかもかな、思うたらしも。もうちょっと振っときゃだいぶ変わっとったな。でも振った時期あったでしょ。振った時期あったけどさ、いや、まるっきり振らないやついましたよ。いや、市川振っとったか。いや、振ってないと思います。あいつでも原辰徳を差し置いて、はあ、東海大で首位打者だからつっせえね。それから仲悪くなりましたもんね。いや、それはない。それはない。それ言うたいけん、まあ、仲悪いとかそういうの相性が合わなくなったり。まあまあそうですね。ちょっと豊か考えた方がいいけど、お前あのプロ野球ニュースの時うまいことを MC してるじゃない。放送禁止を、まあ、これお前この YouTube でもやっぱしちゃダメだお前。まあまあそうです、ね、ボケゾるよ、はい、今の時わかるです。ちゃんと、ね、視聴者聞いてからさ、はい、豊かが仲が悪くなったりって言ったら相性が合わなくなったりたら、ああ勝負だなと。まあライバル心が芽生えたんでしょうね。あ、そう、うまい、ね、うまいね、やっぱり。やっぱりタタラにしよう、うまいね。タタラ、ね、それも知ってる人っていうのは少ないですよ今。高川学園ね、ああ強いんだ。時々広翔とね試合させてもらう。そうでしょ。広翔の監督って、うん、どこ今出身か知ってます。愛媛よ。のどこですか。愛媛大学。うん、愛媛大学。うん、松山大学。そうよ、松山大学よ。一緒なんですよ、おままと。ああ、もうそう、よく知ってるんですよ。いや、一つ違い。どっちが上？新谷さんが一つ。あらららら、よかったなぁ。うまい、求愛されんで。いや、それで、うん、まあそのことはちょっとセカンドチャンネルで、おでも松山ちょっと撮りたいと思う。松山の話はし、サードがあるよ。いや、だからそれは後にして。いや、もう今すぐやりたい。ちょっと待って。広島まで行って、おで森下まで話してて、お笹岡のカーブがどうじゃらこうじゃら横から見えるとか言ったところが脱線ゲームになってる。いや、脱線になってないの。これ繋がってる話になってね。本当ですか。だから今ね、高田学園から広島へ行ったんで松山の話やってた。松山で何が起きたかいことよ。まあそれはまあいいです。それはセカンドチャンネルでぜひ撮っておいて。松山でちょっと、まあ、いや、これはね、松山で一番大きな事件が起きたのは金本、うん、あ、分かります。三村さんの。そうそう、あ、したらこれもう喋ったの、これ。いやいや、これ血が出てね。ノー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 。いやいや、こう手首かなんかこう。いやいやいや、ノー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 。いや、じゃあそれは後で、後で。いやいや、これやっとこうよ。それはあの阪神ファンがバーッと見るかもわからないよ、金本。じゃあ、そういやいや、そうそうそう、これまあ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 。わし、ちょうどもう引退してたのよ。はい。引退して、評論家で行ったのよ。はい。で、三村さんに話、先輩だから聞きよったら、おー、今日金本スタメンで使うんだよ。ルーキーの時でしょ。ルーキーの時、
時でしょ。ルーキーじゃない、2年目ぐらい。2年目か。おあいつね、はい、いい時に怪我しやがるんだって言ったの、言ったのよ。三村さんひらめいたんかどうかわからんけど、そしたらさ、外野の守備練習してたら芝生と芝生の間線引いてあるから、はいはい、そこのところにねちょっと盛り上がってたよね、芝生が。そこで捻挫したの、うん、ひっくり返るような捻挫だったんですかね。捻挫よ、間違いないよね。お前、わしがお前嘘ついてるでも持ってないかも。いやいやいや、はい、捻挫で捻挫したの、はいはい、それでトレーナーにどうしたらいいかなと思う。これオープン戦でお前無理してもいけんけ、今日はもう監督に頭下げて休めって言ったら、いやもうこれ以上怪我でどうだいったらもうダメですよ言って、だけどやっぱりトレーナーが止めたのよ。で三村さんのところに行ったのよ、怒ったのよ、こうです言ったら、もうお前みたいなのいらん、泳いで帰れ、マネージャー水中浴船の切符なんか取らんでって言ったら、かかれもと、わあ泳いで帰るどうしようかなと思ったらしいよ。本気で考えたらしいよ、泳ぐの。おう、なんでやもん、金槌泳げない、ほんまに金槌だった。いや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 、そこ真剣に考えない。いやもし、いやいや、そこがあいつが世界記録作るまでの選手になった、まあ、そのぐらいこう思い込むルーツだから。なるほどな、わかる。はいはい。で三村さんに、おい泳いで帰れたらさ、本気ですいません僕は泳ぎませんって言ってたよ。誰はなーとか言ってさ、広島弁で怒られてさ、で江藤さんにマネージャーやってさ、江藤このバカにお前水中浴船の切符買ってきたれって言うから水中浴で帰らせって言ったら帰った。でその年ファームで頑張ってずっと頑張りよったの。もう普通のやつだったらもうガクッとくるんだけど、よし見返すぞ思って、でジャイアンツ戦で上がってきたの、うん、なんと牧原からバックスクリーンに決勝ホームラン、その使われた日に。やっぱ持ってますよね。で三村監督どういったと思う、金本はすごいと、これからもうレギュラーとして使うと。そっからじゃけ、そっから世界記録が生まれるわけ。本当だったらもっと伸びてるんだけど、わしは監督の時に1試合だけ外したんや。なんでですか。3連敗して中日に4戦目、左の猪俣か誰かだったもんで、ちょっと外したのよ。それは阪神でしょ、猪俣。そうなんや、中日に3連敗。ああそうかそうか、その後の、はい、星野さんが優勝した時、はい、でその後に前田がいきなりデッドボールかなんか受けて1イニングで変わったのよ、はい、だけどフルイニングはなくなったのよ。連続試合はずっと続いてたんだけど、わかる。だけど金本もわしの顔見るとさ、このバカーの顔されるよね。1イニングだけ足りなかったという。そうそうそう、繋がってなかったという。それでさ、その後いろんなことがあってさ、今度柏台で行ったの知らない。誰ですか。柏田、お今左のピッチャー、はいはい、ワンポイント、はい、巨人戦で、はい、金本にデッドボールあった頭に、はいはい、頭にで、で金本こう痙攣起こしてんのよ。本当ですか。そう、お前ツーペナ、はい、罰金。それで、はい、わし言ったのよ、金大丈夫かって言ったら、でわしすぐ帰る、イラだけ帰る思うて、監督5分待ってくださいって言うわけよ。え、何やこんな思うて、わしが帰る思ったらしい。で5分待って、でも震えが来てるんでしょ。いや、でこうフラフラしながら行ったらしい、うん、悪口したな思うて。いやいや、でもそれが記録につながってるわけでしょ。だからそれぐらいすごかったいうことや。執念だったということや。大したことないかな。いやいや、それが松山で起きたんでしょ、オープン。あ、だから松山があったからそういうことが起きた。そうです、ね、だから松山いうのはね、わしはね、いっぱい、ね、そこ忘れてたでしょ。何を。その話の最初の部分って全部覚えてるよ。覚えてますか。きれいに覚えてるし、松山いうのはわし自身もセカンドチャンネルで話すけど、はい、奥さんも知っとると思うけど、奥さんに出んのか、はい、パートナーの方がいいな。パートナーも分かってると思うんだけど、はい、松山にね、あの東京第一ホテルいうのは、ね、はい、その裏にね、ラーメン屋があるのよ、氷太夫。奥さんもあの多分行ったことあると思う。パートナーも最初は食べとるはずよ。こういう皿みたいなじゃないね、あの味噌だれのね、はいはい、ちょっと一見変わったラーメンで並んでるよね、ほら、うん、まあ、それは後で喋るんだ。だからセカンドチャンネルだろ、うん、だからそれも面白かったんだけど、まあそこはちょっとじゃあ後で、はい、わしのことなんで、でもえセカンドチャンネルで話すようなことやね。あ、全然いいですよ。でもいい、うん、全然いい。じゃあ、そうしよう。じゃあ野球の本体これじゃ。いやいや、マニアが見る。いや本体を今喋ってますから。だから金本から、うん、今広島終わりましょうよ、もうそろそろ。いやいや、森下のカーブがもういいです。いやいや、だから昨日徳田が5月30日最後に8回をバタッと0点で抑えて1対0で勝ったよ。そうですね、日本ハムに、はい、これカーブ乗るよ。これいつから再生するの。どのぐらいですかね。まあ6月の中頃ぐらいか。6月の中頃、
お前再生するやつに早よせい言えよお前、まあ、そうそう旬だよ今の話しよるのにさ6月中頃にさ違うことが起きたらどうなるの、まあ、徹夜して今日やらないの明日から出ますぐらい言ってくるだろうな。なるほどね、うん、せっかちですよね。いやいや意気込み欲しいよ意気込みね。やっぱこういうのはねあの勢いが必要だ、ね、話が近い方がこれ、まあ、例えばさ今ネタが死にますからヤクルトが首位に拠ってて、うん、5連敗ぐらいして前3位ぐらいになっとったらさっきのお前高津監督のお前ものすごい絶賛した話がさガーッと下がるけど、ね、いやいやこれは順位にかかわらず、うん、木澤の話ですから。木澤は知ってるよ。いやだから木澤の話をこうあれして、うん、ああ一人の戦力を作るのがうまいすごくうまい、まあ、特に中継ぎはうまい。で巨人は原監督の手さばきが素晴らしかった。いやいやすごいすごい。だから、ね、で大勢がいなかったら最下位だったけど、そうそう大勢で救われたという。そうそう彼はね評してね遠慮はしないね監督でしょ、うん、だけど配慮はする、うん、まあそうそういう監督なんだ。うまいっすね、まあ、今思いついたけんなちょっと俳優とかでいけんな思って忘れちゃいけん思って配慮は豊かに取られちゃいけんけん。いやいやそんなことない、まあ、広島の話はもう十分。いや巨人の話もしたし。じゃあおいやだから中日中日あ立つ立つ立つかっこよかったよ。いやいやかっこはいいんですよ。